じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。TLS の渋谷です。TLS クラスルームシーズン2エピソード9やっていきましょう。イエーイ。で今日もオンラインですね、一緒に勉強するメンバーはこの皆さんです。はい、ビリーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マヤです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハンです。あの先生、はい、あのちょっとニュースがある。お N2 合格だ。お合格しました。おめでとうございます。おめでとう。いや次は N1 ね。あーまあ12月美大のたくさん準備があるって。そうの N2 また考えない。はい。おーでもとてもすごいですよ。私も N2、12月に頑張ります。はい、頑張るぞ。してください。イエーイ。すごく、いいニュースでしたね。嬉しい嬉しい。ありがとうございます。じゃあこれからね、みんなの他のみんなのいいニュースも待ってますよ。じゃあさ、またちょっと日本語の授業入ってきますけど、で時々さ、みんなが使う日本語、みんなが話してる日本語で私たちがあまり使ってない日本語があって、ちょっとびっくりする時があるんですよ。どんな日本語ですか？例えばハンサムとか喫茶店とか。でもその言葉は教科書にありました。大切な言葉じゃないんですか？そうですね、もちろん、どんな言葉を使うかっていうのは人によって違うんですけど、その今のハンサムとか喫茶店っていう言葉を、使ってる人、私の周りにはあんまりいないんですよ。教科書にある言葉は GLPT に出ませんか？ちょっと反対だと思いますね。JLPT に出るかは分からないんですけど、 JLPT ってさっきも話に出たけど毎年2回ですよね。で教科書ってそのもっと前に作られてますから、 JLPT を作っている先生たち、日本語の先生たちが教科書にあっても今あまり使わない言葉っていうのを、JLPT に出すとは私ちょっと思えないんですよね。本当ですか？私は教科書を作った先生たちももちろんすごく尊敬してます。でも JLPT を作る先生たちも、信用しています。教科書にあるから今あまり使わない言葉を JLPT に出すっていうことはあまりないなと思うんですよね。でももちろん覚えた言葉を忘れる必要はないですよ。知らないよりは知っていた方が絶対にいいと思います。ということで、教科書に出ているのは教科書が作られた時に使われていた日本語ですよね。日本語は変わりましたか？言葉ってやっぱ基本的に、変わっていきます。で皆さんの国の、言葉って結構変わってきてるんじゃないかな。フィリさんどう？変わります先生。そっか、言葉が変わります。昔、メキシコでフランスに来ました。そこでジェネセパと習いました。メキシコ人は、この言葉を使いました。でも年が、通じて、この言葉は短くなりました。ジェネセパじゃなくてセパだけ。だから、セパはの意味は分かりません。からいつも母と話すと、分かりませんとき、私の母はセーパーと言います。そうなんだ。すごいショートになったんですね。そうそうそう、変わります。変わってきてるね。はい。マヤさん、カナダどうですか？カナダにだいたい同じだと思うけど、若い人はなんか新しい言葉を使う。ああ、やっぱりそうなんだ。若い人は新しい言葉を使う。ハンさんどう？中国は。普通の交流時は大体変わらない。でも毎年、と言語ずっと変わります。
そうかそうか、今ネットもあるからネットの方の使う言葉も増えてきてるんだね。ネット使うのはやっぱ若い人が多い？ファンさん。多いです。やっぱ若い人たちがそういう新しい言葉いろいろ作っていってるんですね。 OK、 じゃあ今日はさ、その留学生のための日本語じゃなくて、日本人の日本語をちょっと考えてみましょう。 OK ですか？ OK です。で、日本の政府、ガバメントですね、そこでは日本語について考えてる場所があります。でそこが発表した情報があるのでちょっと見せますね。で日本の人に最近日本語は乱れてますか、悪くなってますかという質問をしました。で何パーセントぐらいがイエス、つまり悪くなってますって答えたと思いますか？マヤさんどう思う、何パーセントぐらい？多分 70%。 ビリさんどう？年上の時代たくさんがあるから、マヤさんと同じ 70% と思います。なるほどね。ハンさんはどう？わからないね。じゃあ、ハーフとハーフ、50% と思う。50% ぐらい。OK、わかりました。じゃあ、政府が、ガバメントが出したデータ、ちょっと見てみましょう。これです。よいしょ。一番この中で大きい意見は、どれでしょうか、マヤさん。少し乱れている。そうですね。少し乱れている。ここですね。じゃあとても乱れてるっていう意見は何パーセントありますか、ハンさん。10.5%。 そうですね、とても乱れてるって言ったのは 10.5% ですね。そうなんですよ。なので、調査に答えた日本人のこことここ合わせて 66.1% の人が、日本語が最近乱れてるな、なんか悪くなってきてるなって思ってるんですよ。だから大体3分の2ですよね。これってどう？多く感じる？多い？ピリさんどう？多い感じる。マヤさんどう？多分カナダと同じです。カナダも同じ感じかな、イメージ。マヤさんどう？多いと思う？多いですね。やっぱちょっと多いよね。でもね、実はもう一つちょっと面白いデータがあるんですよ。これと違うデータ、これは20年ぐらい前から日本語が悪くなってるなって思っている人のパーセントのグラフ、20年間のぐらいの、リサーチですね。これ見てください。これどうですか、ハンさん。少なくなっています。そうなんですよ、実は今になって少なくなってきてるんですね。さっき 66.1% 多いって言ってましたけど、20年前、1999年からそうですね、20年前から日本語が悪くなったって思ってる人が少なくなってきてるんです。じゃあ1999年何パーセントになってる、マイヤさん。85.9% です。そう、これ、10って言いますね。85.9%。 OK です。そうですね。でこれってどういう意味かな、この下がってきてるってどういう意味かな。日本語は昔よりも綺麗になりましたか？そういう考え方もありますね。昔の日本語は汚くて今の日本語は綺麗になった、でも他の考えもあると思うんですよ。つまり、日本語が悪くなったと思う人が少なくなったっていうことですね。先生、ちょっとわかりません。もう一度お願いします。最近はどんどん日本語が変わってきてしまうので、日本人はもう変わってしまうことにちょっと慣れてしまった。なので、あまり気にしなくなったっていうことです。例えば、TLS にも、厳しい先生と優しい先生がいますよね。で、1999年の日本人は厳しい先生がたくさんいたんだけど、今は優しい先生が増えてあまり間違いを気にしなくなったみたいな感じでしょうかね。あまりいい説明ではないような気はします。
とにかく文法とか単語とかにセンシティブな人が、少なくなったっていう考え方もできますね。うん、もう、言葉は変わるんだな、そういうもんだよねって感じている人が増えたのかもしれません。ハンさん、なんとなく分かりました？大体分かりました。大体 OK、 まあいいでしょう。じゃあ今日はみんなと一緒に日本人の日本語を考えてみました。で、こういうこのデータはたくさんあるので、またいつかこのデータをみんなで考えてみましょう。うん、OK ですか？ OK です。はい、OK、 皆さん今日も頑張りました。ではこれで終わりましょう。皆さんまたね。またね。またね。バイバイ。Apply for a free trial lesson in TLS here. Scan the QR code or click the link in the description box. Aplica para una lección gratuita en TLS. Escanea el código QR o da clic en el link de la descripción. Bye bye.